こんにちは、ミスターまゆめさん。本当に働けるってありがたいんですよね。私もそれを感じます。私はですね、会社に勤めてそこで給料をもらうために働くってことはないんですけども、来年からですね、この地区の町内会長をすることになりました。できればしたくないという思いはありますけども、ただね、満場一致で久保さんしかいないと言われると、これはこれでね、一つの喜びがあります。今まで私がやってきたこと、そしてこれからやろうとしていることが評価されたということなんですよね。まあ、私は YouTube で話していることも込みでなんですけども、結構過激なこととか偏った考え方を発信することがありますので、それはね、意識して言ってるわけなんですよ。意識して偏った言い方をしてます。平均的な考え方とか、誰もが思うような常識的な言動とかっていうのは、私じゃなくてもやる人がいますんでね。で、私なりの解釈っていうのを伝えていくことと、私なりの町内会の運営とかね、こういった YouTube チャンネルの運営っていうのを、私は誰にも指示されることなくやっていこうかなっていうのが自分の人生の進め方なんですよ。さあ、それでですね、今回職場のありがたさっていうのね、ミスターまゆめさんが書かれてましたけども、本当にね、健康でいることと人から信頼されてないと職場に迎えていただくってことはなかなか難しいんですよね。会社っていうのは少なからず一人の人にコストをかけてるわけなんですよ。どんなコストかというと、その人を雇う時のコストですよね。もちろん給料っていうのもあります。福利厚生もあります。その他にその人を取り囲む環境とか人、この配置に対しても一人の人のためにやってると言えなくもないんですよね。例えばあなたがですね、どっかの会社に勤めようとした時に、あなたの会社のあなた用のデスクがあるかないか、そのデスクを置く空間を持ってるかどうか、もしくはその人、あなたをですね、教育するための上司がいるか、あなたの部下となる人をつけてくれてるか、そしてあなたがいつも着ている、制服とかね、それから備品がありますよね。それも会社が与えてくれたものがあると思うんですよ。そして会社のビジネススキームですよね。会社が長い時間研究開発費をかけて、体得した人材育成のマニュアルですとか、それからノウハウとか商品知識とかね、社内費っていう、社外費か、社外費とたる情報っていうのをあなたに託してるわけですよ。これはだからね、相当信頼してないとできないことなんで、そういう意味でもね、私はね、職場があるってすごくありがたいってことだと思うんですよ。まあ、私はですね、まあ、包丁を使う仕事を結構してましたけども、そんないつ喧嘩になるか分かんないような人に包丁は渡さないと思うんですよ。そういう小さいところから、あ、私にこれを与えてくれてありがとう、権限と責任を与えてくれて嬉しいなっていうふうな気持ちはありました。だからね、サラリーマン勤めも私そんなにね、悪いことではないかなと思ってるんですよ、今でもですよ。で、ミスターマヨネさん、ここに書かれたのは、職場は復帰できますと、ありがたいことだなって書かれてましたけども、私もね、なんか胸がジンとするぐらいこの一行に感動しましたね。それから娘さんのことも本当にね、おめでとうございます。まあ、娘さんはね、2人とも第一志望に合格したということで、やっぱりね、第一志望が自分の選択肢の中にあって、それが達成されるってこんなにね、喜びはないと思いますし、それを見守るお父さんからしてもよかったねってことになると思うんですよ。本当にいいスタートを切れましたね。なんかこう追い風が吹いてきたんじゃないですかね。やっぱりピンチの後にはチャンスありって言いますけども、いろいろとね、病気のこととか、それから精神的なこととか塞ぎ込んじゃったところもあると思いますけども、いや、逆にこれチャンスになるんじゃないかなっていうふうに感じれるのは、やっぱりミスターまゆめさんのセンスのいいところだと思います。そして娘さんのことね、受験の代わりに、じゃあこれからネットビジネスを教えていけるんじゃないかなっていうふうにしていけるのもすごいと思いますよ。やっぱりね、自分がネットビジネスを英達しようと思ったら、ネットビジネス上達しようと思ったら、誰かに教えていくっていうのが一番手っ取り早いんですよ。教えると質問が来るんで、その質問に答えるために自分のスキルが上がっていくと。で、自分が答えられないことは今度は自分の先生に聞いていく。まあ、この回はね、速稼塾の塾長なんで私ですけども、娘さんに教えて、そこで起きるトラブルは私が解決するっていうふうに思ってやっていただければ、もう思い切ってやってください、そういうふうに。私も同じでした。広島で速稼塾っていうのを始めた時に、私はインターネットビジネスのド素人なわけですよ。セルフバックをちょっとやっただけなんですよ。しかも収入得てないんですよね。収入3ヶ月後ですから。だからセルフバックをやって収入も得てないのに、その作業をちょっと覚えただけで、ネットビジネスナンバーワンの広島速稼塾ですって名乗ったわけですよね。で、私に浴びせられる質問とかで答えられないのは、私がその時教わっていた土屋塾のね、土屋博さんに聞けばいいやと思ってたんですよ。そんな感じなんで、バックボーンを得れるっていうのが、なんか塾とかね、組織に所属する一番の利点だと思いますので、クイックレスポンス、すぐに返事が来るっていう環境を持っている人のところに参加するのはすごくいいことだと思いますし、速稼塾に対してどこの情報企業よりも、どこのコンサルティングさんよりも返信が早いっていうことに対してはね、私はまあ、結構こう自己肯定できるところなんじゃないかなと思いますよ。私の返信は多分すごく早いと思うんですよ。それは本当にいつも暇だからなんですよ。でもね、やっぱりね、塾の先生とか結構暇じゃないんですよ。で、お金もないんですよ、ぶっちゃけ。だからね、返信が遅かったりするんですよね。私はまあ、どんなに遅くても24時間以内、いや12時間以内、
このぐらいに返信ができる、しかも動画で返信できるようなところを売りにしている速稼塾でございます。いろいろとお話しましたけども、ミスターマヨさん、これからもよろしくお願いします。